こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人になったら着たい服ベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。普段こちらのチャンネルでは主にですね、ユニクロだとか GU だとか、あとはグローバルワークだとか、こういった低価格の商品の中からおすすめのものをレビューしたりだとか、コーディネートについて解説することが多いんですけども、まあ、世の中にはですね、いろんな価格帯のものがあるわけですね。その中でおしゃれを楽しむ第一歩としてユニクロですとかグローバルワークを使うのは全然 OK だと思いますし、いきなりですね、ハードルを高くしすぎるとなかなか一歩が踏み出せないと思うんですね。まあ、そういった意味では普段の僕の動画でお伝えしているようなアイテムはすごく使い勝手がいいんですが、ただですね、ある程度ファッションが理解できて、さらに幅を広げていきたいだとか、あとはお給料を出していきたいという場合には、ユニクロをはじめとしたファストファッションブランドだけだとどうしても物足りなさを感じるわけですね。まあそんな時、僕たち大人世代はどういったものをちゃんと揃えておくべきなのか、大人だからこそですね、買っていただきたいようなアイテムを具体的に5つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ僕の動画の中では何度かお伝えしているかなと思うんですが、僕ら大人の着こなしの中で大切なのは緩急使い分けることだなと思ってまして、まあある部分においてはファストファッションブランドをうまく使いながらコストを下げることも大事なんですが、全部が全部ファストファッションブランドではなくて、一部にですね、ちょっと背伸びをして買ったブランドだとか上質なものをですね、交えていただけるとかなりですね、僕ら世代にはマッチしやすいかなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説してますので、よかったらそちらの方もですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に5つのですね、大人の男性に持っておいていただきたいアイテムをご紹介したいなと思ってるんですが、その1つ目はですね、今も僕自身が着用してますこちらのですね、ネイビーのセットアップなんですね。これはもう現代においてはですね、スーツスタイルに変わる新たなですね、制服的なアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、最近はですね、ビジネスウェアもどんどんカジュアル化してきているので、あまりスーツを着なくなったという方も少なくないかなと思ってます。特にこの1年に関しては在宅ワークも増えたかなと思うので、そういった中でスーツの需要よりは今僕が着ているようなネイビーのセットアップがものすごく使い勝手がいいかなと思ってるんですね。まあ、スーツとセットアップの何が違うのかというと、スーツの方がよりカチッとしてまして、ネクタイを締めるようなスタイルがすごく合うのがスーツスタイルで、一方でこういったセットアップというのは肩パッドも入っていなくて、ある程度ラフなものが多いんですね。そしてサイズ感も少しタイトだったりだとか、着丈もですね、スーツに比べると少しだけ短めのものが多かったりします。ボトムスのシルエットに関してもスーツよりは少しスッキリめのものだったり、あとは思い切って大胆にサイズ感が大きいものがあったりするんですが、やはりスーツよりもちょっとカジュアル感のあるようなものがセットアップには多いかなと思います。またセットアップの特徴としては単品でも使えるというところなんですね。ジャケット単品で使うこともできます。このジャケットに対してボトムスはデニムとかでカジュアルにしてもらうのもいいかなと思いますし、あとはこのネイビーのスラックスというのもめちゃくちゃ便利なので、こういったものとニットを合わせるようなスタイルも結構あったりするので、まあ、それぞれ単品で使うことができるのがセットアップの良さなんですね。そういった形でオンでもオフでも両方でも活躍してくれるネイビーのジャケットに関しては、僕はですね、ユニクロでももちろん買うことができるので、感動ジャケット、感動パンツの組み合わせも初級編としてはいいかなと思うんですが、やはり大人の男性にはもう少し価格帯を上げてちゃんとしたセットアップをですね、一組でもいいので用意をしていただけると良いんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、どういったお店で買えばいいのかというと、個人的にはですね、ちょっと固めのビジネス的なセットアップであればスーツカンパニーですとか、あとは兄弟ブランドのユニバーサルランゲージですとか、このあたりのですね、ネイビーのセットアップはものすごくバランスが良くて価格帯も抑えめなのですごくいいのかなというふうに思っています。一方でもう少しですね、カジュアル寄りのセットアップであったら、これはセレクトショップのオリジナルがいいかなと思ってまして、例えばグリーンレーベルですとか、ナノユニバースですとか、あとはエディフィスですとか、このあたりのネイビーのセットアップはすごく優秀なので、ぜひ皆さんにチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、いろんなセットアップを持っているんですが、
ほぼですね、色味に関してはネイビーが多いですね。今着てるのはですね、ちょっといいものなんですね。まあ、僕にとってネイビーのセットアップというのは一番小綺麗な着こなしで着ることが多いので、まあ、ちょっとここはパリッとしたものを欲しいなと思って着てるものはタリアトーレというイタリアのですね、ジャケット専業ブランドのものなんですね。まあ、ここのセットアップが僕にとっては体にぴったり合うので個人的にはすごく気に入っています。今着てるものは春夏用の生地感なんですが、同じようなシルエットで秋冬バージョンのネイビーも持っているんですね。また微妙に素材感が変わるのでそれぞれ使い分けているんですが、こういったネイビーのセットアップに関してはちょっと背伸びをして良いものを買った方が僕はいいのかなというふうに思っています。とは言っても一生ものの買い物というのは僕は存在しないと思っているので、あんまりに無理しすぎるのも良くないかなと思うので、あくまで長くても 4,5 年ぐらいですかね、これぐらいを限度としながら、まあ割とよく使うのであればちょっと背伸びをして良いものを買ってもらうのもいいかなと思うので、ぜひですねネイビーのセットアップ頭の片隅に置いていただければなと思ってます。そしてこのようなネイビーのセットアップにおいてすごく重要になるのがサイズ感だと思ってるんですね。もちろんビッグシルエットに振ってしまうのもいいかなと思うんですね。まあ、僕が持っているですねこちらのブラックなんですが、ユナイテッド東京のですねダブルのセットアップ、これなんかは結構サイズ感が緩いんですね。ですので割とカジュアルに着たいようなセットアップであればこういったものもいいかなと思うんですが、基本的にビジネスでも使うことを考慮するのであればサイズ感は体にちゃんと合ったジャストサイズのものが僕はいいかなと思うんですね。ただ体型によってこのジャストサイズがなかなかですねうまく実現できない方もいらっしゃるかなと思うので、そういう場合はですね迷わずオーダーを使ってみるのもいいかなと思ってます。まあ、僕もですね最近作ったんですが、ファブリック東京というブランドがあって、まあ、ここはですねオーダー気軽にできるので、ちょっとですねラフに着たいセットアップを作るのであればファブリック東京だとか、あとは様々な身近なオーダーショップも今はたくさんあるので、そういった選択肢もぜひ頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のですね大人の男性に持っておいていただきたいアイテムなんですが、今僕が着ているニットというアイテムなんですね。まあニットというのはですねトップスの中でも大人の男性に特に似合いやすいなというふうに思っていまして、適度にですね綺麗さがあってなおかつですね綺麗すぎないカジュアルさもあるので、結構ですね僕ら大人の男性には似合いやすいアイテムかなというふうに思ってます。まあニットに関してもですねやはりユニクロがめちゃくちゃよくできているので、本当にですねユニクロだけで十分かなという方もいらっしゃるかなと思うんですが、やはり価格帯が上がることで色合いのバリエーションだとか肌触りの良さだとか、あとは細部のバランスですね、こういったところに違いは小さくはあるんですけど出るので、ぜひ皆さんにもですねちょっと価格帯を上げて質のいいニットにもですねトライをしていただければなというふうに思ってます。僕が今着てるのはですねイタリアのニット専業ブランドもののグランサッソというブランドのものなんですが、ここのニットはですねすごく上品で個人的にも好きなんですね。肌触りも良くてなおかつ色の表現もいいですね。これはライトグレーという色合いなんですが、やはりですねこういった曖昧なカラーほどある程度の価格帯のものじゃないとなかなか表現ができないところでもあるので、やはりバランスのいいニットかなというふうに思っています。まあ、その他にもですねニットの専業ブランドとしてはジョンスメドレーですね、このあたりも外せないかなと思うんですが、やはりちょっと値段が高いので個人的におすすめなのはセレクトショップのオリジナルですね。一番使い勝手がいいのはユナイテッドアローズかなと思っています。まあ、デザイン的にもバランスが整っていて質感もすごくいいので、僕はですねユナイテッドアローズのニットがすごく好きで、例えばですね今こちらに持ってきたような夏場だとか春夏に着るようなことが多いですね半袖ニット、こちらがユナイテッドアローズのものなんですが、すごくバランスが良くて個人的に今年の春夏はめちゃくちゃ愛用しました。まあ、このようなですねプレーンなニットであればユナイテッドアローズ、もしくはですね色の表現だとか質感のこだわりだとかそういったところを突き詰めたいのであればトゥモローランドが結構おすすめかなというふうに思っています。もともとトゥモローランドというのはニットを得意としているブランドなので、こういったところで買うのもいいかなと思うので、ベーシックなユナイテッドアローズか質感だとか発色の綺麗さにこだわるのであればトゥモローランド、この2択を覚えておくといいかなと思うので、ぜひ皆さんもですねニットに関しては少し背伸びをして1万円台前半から2万円台後半ぐらいまで、ここら辺までですね価格帯の幅を広げてチョイスをしていただければなというふうに思っています。
はい、続いて3点目のアイテムなんですが、今僕が履いているデニムですね。まあこれまた僕ら大人世代にとっては欠かせないアイテムの一つなのかなというふうに思っています。様々なボトムスにも選択肢があるんですが、気軽に履けてなおかつ安心感があるものといったら、やっぱりデニムの右に出るものはないのかなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、デニムは好きでいろんなものを履いてきましたが、その中でもやっぱり強いのはですね、ユニクロ、これは間違いないかなと思うんですね。まあ、4000円前後であのクオリティのものが出てくるとですね、なかなか中価格帯のものというのは売れづらいというのがですね、よくわかるなというふうに感じています。まあそういった点でユニクロのデニムというものがですね、入門編としては素晴らしいかなと思うんですが、やっぱりですね、大人の男性であればちょっといいデニムにもですね、トライをしていただきたいなというふうに思ってるんですね。以前動画で安いデニムと高いデニム何が違うのかというものもですね、出したことがあるんですが、シルエットとしてはそこまでですね、大きな違いって僕はないかなと思ってるんですね。まあその中でも大きな違いといったら、例えば今僕が履いてるものはレッドカードのものなんですが、こういったものとユニクロのデニム同じようなものがあるんですけども、色落ちの表現にもですね、やっぱり違いがありまして、レッドカードのものに関してはやっぱりですね、すごく精巧に作られているので、ちゃんとそこに奥行きがあって深みを感じられるんですね。一方でユニクロのデニム、最近はですね、このようなグレー系のものもあって、先日試着をしてみたんですが、やはり2つを比較してみるとやっぱりどこかですね、平面的な感じがしてしまうんですね。本当に微差ではあるかなと思います。一般的にはそこまで大きな違いはないのかもしれないですが、やはり2つを比較した時により満足感が高いのはちょっと高めのデニムなのかなというふうに思っています。まあ、どんなブランドが具体的にあるのかというと、先ほどお伝えしたレッドカードですとか、あとはヤヌークですとか、AG ですとか、あとは PT ですとか、このあたりのデニムというのがかなりですね、大人の男性にはおすすめで、シルエットだとか色の落ち方だとか全体の上品さというところも含めて非常におすすめかなと思うので、ぜひ皆さんですね、大人のデニムというところで少し背伸びをして買い揃えていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目はですね、今僕が持っているような時計ですね。ここに関しては大人の男性であれば、やっぱりちゃんとしたものが1本あった方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ時間を知るのであればスマホで十分なんですが、いちいちですね、時間を確認するのにスマホを取り出すというのはあんまりスマートじゃないと思うんですね。ですので大人であればちゃんとした時計が1個あってもいいのかなというふうに思ってます。僕はですね、時計を3つ所有していまして、それとで使う場面が変わってくるんですが、まあ、こういった機械式時計というのもですね、一つですね、選択肢としてはあるのかなというふうに思ってます。まあ、正直安くないんですよね。ですのでこれは万人向けのアイテムではないかなと思うんですが、仕事上で目上の人と会う方ですとか、あとは一生に一度ぐらいはこういった機械式時計を持ってみたいという方であればですね、僕は持っておいて損はないかなというふうに思ってます。まあ、僕自身ですね、こういった機械式時計にはですね、正直あんまり興味がなかったんですね。まあそんなに時計でギラつきたいという気持ちはなかったんですが、まあ実際に持ってみると、やっぱりですね、シンプルな着こなしの中にこういったものが加わるだけで、かなりアクセントとしては機能を果たしてくれるので、気分も上がりますし、そういった面では買っておいて間違いなく損はなかったかなというふうに思っています。まあ一生の中でもですね、一つの記念にもなったので、選択肢の一つとしてはありなのかなというふうに思っています。一方で、まあ最近はですね、こういったApple Watchですね、まあ結構持ってる方も増えましたが、これまたですね、手元にあった時に今っぽい雰囲気も出しやすいかなと思うので、個人的にはおすすめかなと思っています。ただ結構ですね、Apple Watch 使ってる方はカジュアルに振りすぎてることが多いんですね。まあ例えば文字盤がですね、かなりごちゃごちゃしていたりですとか、あとはこういったバンドがですね、カジュアルな場合もなかなかですね、大人っぽく見えづらかったりするので、個人的におすすめなのが、これは機械式時計も同じなんですけども、こういったナトーベルトですね。まあ適度にカジュアルではあるんですけども、どこかですね、王道な昔からあるデザインなので、割と時計との相性はいいのかなというふうに思っています。まあ僕はですね、この Apple Watch のナトーベルトに関してはですね、あえてカスタムして手作りで作ったので、なかなか難易度が高いかなと思うんですが、結構ですね、最近はナトーベルト、Apple Watch 用もありますので、そういったものを活用してみるのもいいかなと思います。
まあ、他にもですね、時計さまざまなものがあるんですが、最近だとナバルウォッチだとか、あとはですね、ハミルトンカーキのパイロット、まあ、このあたりがですね、割とこうビジネスカジュアルからカジュアルまで使いやすいデザインかなと思うので、ぜひ皆さんですね、こういった時計に関してはある一定の金額を投資するのはありかなというふうに思っています。まあ、価格帯で言うと3万円から10万円以内、もしくは機械式時計であればちょっと奮発をしていいものを買っても、まあ、何年かというスパンで考えると僕は十分元が取れるかなと思うので、ぜひ時計に関してはしっかりとしたものを使っていただいて、着こなしのアクセントに使っていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、革小物ですね。ちょっと具体的に持ってきてみたんですが、まずは僕はこういったレザーバッグを愛用しているわけなんですが、こういったバッグ系のアイテムというのはあまりですね、ケチらずにちゃんと投資をした方がいいアイテムなのかなというふうに思ってます。このようなレザーのトートバッグをよく見かけるようになったのが今から10年ぐらい前で、僕もですね、いろんなものを持ったんですね。まあ、こういったものって結構ですね、ビジネスカジュアルでも使えますし、場合によっては荷物の多い休日でも使えるので、意外とですね、使える場面が多いのかなというふうに思ってます。まあ、ブリーフケースみたいなものであれば割とスーツスタイルには合うんですが、最近のビジネスカジュアル寄りの着こなしにはちょっと合いづらくなっているので、その点こういったシンプルなレザーのトートバッグというのはかなり使い勝手がいいのかなというふうに思ってます。まあ、僕はですね、これちょっと奮発をしてサンローランというブランドのものを使っていまして、まあ、シンプルなブラックのレザートートなんですが、パンチングでロゴがですね、このように開けられているというところが特徴になっています。まあ、これはですね、ちょっと本気用のバッグなので、なかなか一般向けのものではないかなと思うんですが、まあ、セレクトショップのオリジナルですね、ユナイテッドアローズですとか、あとはバーニーズニューヨークのオリジナルですとか、まあ、もうちょっと価格帯が上げられるのであればペンレモルビダだとか、まあ、そういったブランドなんかのレザートートバッグがすごくバランスがいいので、こういった革小物、特にですね、お仕事でも使う可能性があるものに関してはちょっと投資をした方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。あとはこういったバッグだけではなくて、あとはこういったスニーカーですね、まあ、靴の選択肢としてはローファーだとか革靴というもの、こういったものにですね、しっかり投資をするのもありかなと思うんですが、個人的にはですね、あまりローファーだとか革靴そこまで履く機会がないんですね。それよりもビジネスカジュアルだとか、あとは綺麗めのカジュアルでよく履くのはこういったレザースニーカーなんですね。ですので、こういったなんか様々な場面で履くような靴に関しては僕は投資をしてもいいかなと思っています。まあ、似たようなものでももっと安いものたくさんあるんですよ。本革ではなくてフェイクレザーのものもあったりして、まあ、デザイン的にも似たようなものがたくさんあるんですね。これはあのナノユニバースのレザースニーカーなんですが、まあ、こういった本革のものでちょっとですね、価格帯としては1万円オーバーぐらいのものですね、持っておくとバランスがいいかなと思いますし、あとはもうちょっと投資をできるのであればコモンプロジェクトのレザースニーカーなんかもやっぱりですね、質が良くて、違いとしてはそんなにパッと見ではないんですが、僕からすると明らかにですね、上品な雰囲気が漂うなというふうに感じるんですね。ですので、こういったレザー風のスニーカーセットアップから今履いているのはデニムまで合いますので、ぜひですね、ちゃんとしたものを揃えることをお勧めしてみたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人になったら買い揃えたい5つのアイテムというテーマで動画をお届けさせていただきました。まあ、僕の動画の中ではユニクロだとか GU グローバルワークのような比較的買いやすい価格帯のものをですね、ご紹介することが多いんですが、まあ、それだけではなくてちょっとですね、価格帯を上げて、まあ、上質なものなんかをですね、着こなしの中にミックスしてあげると大人の着こなしの楽しみ方としてはだいぶ幅が広がるのかなというふうに思っています。まあ、正直ですね、ユニクロにはユニクロの良さがあって、良いものには良いものの良さがあるんですね。まあ、それぞれの良さというものがあるので、どちらを否定するわけではなく、うまくですね、ミックスするのが僕はですね、すごくバランスがいいかなと思っているので、ぜひ今回の動画を参考にしながらですね、今後の皆さんのお買い物にお役立ていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。